かすみです。はい、この度ですね、4年ぶりに最強の一人芝居フェスティバルにもう一度チャレンジすることになりました。はい、なのでタイトルはですね、その日声は落ちてきたというような、タイトルになっております。作演出は満月動物園の海田良二さんです。はい、もうとてもとても可愛らしい女の子の、ちょっとおかしなへんてこな女の子の話になっております。でもとても純情な、もう突き進む女の子をやっておりますので、ぜひ見に来てほしいです。ちなみにですね、本番自体は11月の24日から27日の日曜日までやってるんですが、私は25日の土曜日の8時のブロックと、26日、こちらがですね17時のブロックで、11月27日千秋楽はですね、こちら18時30分のブロックに出ています。まだまだチケットありますので、私だけじゃなくてですね、今回はいろんな、まあ、関西の、まあ、役者も出てるんですが、あちこちの地方の方からもやっぱり出演していただいてるので、1日通し券もあるので、通しでも見ていただいて、その際は私の方も見ていただいて、はい、楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。